3月28日土曜日、あ、違う、3月28日日曜日、高須のパークの駐車場に、もうすぐ着きます。はい、どれぐらいの混み状況なのか、見ていこうと思います。はい、ダイナの、さっきのダイナのね、センターハウス前の、動画も出してるんで、もしよかったら見てください。はい、でこの後高須のパークのセンターハウス前のね、積雪状況もね、撮っていこうと思います。さあ、だからもう、なんていうの、遠くからの車両ナンバーが多いですよね。奈良とか京都とかね、三河とかさ、名古屋、岡山、大阪、京都、今呼んどるんですけど、だから2ばっかりですよね。もう本当に好きな人と、あともう本当になんていうの、まあなんか大会かなんかあって、練習をしたいなっていう人ですよね。だからあとはもう空いてるのが好きな人、でも結構いるな。わかります。ちょっとちょろちょろ走ってみて、これ何列あるかな。7列はあるかな。7列はあるけど、あ、レッドブルまだおるじゃん。なんでだろう。昨日大会だったんですけどね。去年ね、一緒に撮影してもらった、なんだっけ、純いつもライダーさん、フリースタイルスキーのね、方が、動画出してるんで、見てみてはどうでしょうか。僕もね、去年ね、じゃあ今年参加したかったな。あのね、5時からね、スタートなんですよ、レースが。だから一般者はもう、レースに参加しない人は、ね、もうゲレンデから出てってくださいみたいな感じでしょ、多分ね。リフト止まってるからね、特に。レースだから危ないから、もうその一般営業が終わってからだよね。あ、店はやってるね。あ、閉まってるのもあるな。閉まってるのはね、レースと、あ、なんだっけ、カレー屋と、コロッケ屋とうどん屋と、あるはなんだ、手羽先か、閉まってるね。あとね、あれがいないか。あ、たい焼き屋やってるね。ピザ屋もやってるね。あ、これ、チョキラマイカさん。あ、やってるね。チョキラマイカさん、去年、撮影したんで、もしよかったら、グルメコーナーのね、カテゴリーから見てください。で、ダイナランドの、この喋りながらね、この駐車場のね、状況ね、まあ見てくださいね。聞きながら。んでね、この前の方のもね、前の方もね、ポツポツ空いてますよ。前の方もね、だから途中で帰るでしょ？が出てきてる。もう今、2時前でしょ？だから前の方、今から来る人ね、前の方止めれますよ。まあ今から来て、で、明日のね、滑ろうと思ってる人、全然前の方止めれますんで。で、明日は晴れますからね。明日は晴れますから。雨は今日だけだからね。だから、そのグルメ関係。グルメ、ダイナのね、ポテの、なんだっけ、クリトポトさんも、昨日か今日で終わってましたね。営業は終わりですね。で、それもね、去年撮ってるんで、はい、ぜひ見てください。で、あと、今シーズン、今日まだ滑るかどうか迷ってるんですけど、あ、スーパーパイプまだやってんじゃないあれ。閉まったんかな、スーパーパイプ。まだできそうじゃん。積雪あるじゃん、まだ。スーパーパイプさ、これ、見えます見えんか、画面から見えんか。はい、そのところですね。また後でアップします。じゃあね。